そこにいるのは名誉隊員。ちょうどかくれんぼ大会の開催準備をしてたところなんだ。お前も参加するか？やったー！これで参加者が二人になった。さっき他の人にも聞いたんだ、パムは用事があって忙しいけどエンジンルームに入らなければかくれんぼ大会は開いていいって言ってくれた。姫子お姉ちゃんはかくれんぼが苦手だって言ってた。幼児ちゃんは参加したそうだったのに、最後は渋い顔で断られちゃって、なんでなのか理由も教えてくれなかった。あと何人か集めないと。こんなに広いのにかくれんぼしないなんて損だよ、損。おお、そこにいるのは名誉隊員。ちょうどかくれんぼ大会の開催準備をしてたところなんだ。お前も参加するか？今のところは私一人だけだよ。さっき他の人にも聞いたんだ、パムは用事があって忙しいけどエンジンルームに入らなければかくれんぼ大会は開いていいって言ってくれた。姫子お姉ちゃんはかくれんぼが苦手だって言ってた。幼児ちゃんは参加したそうだったのに、最後は渋い顔で断られちゃって、なんでなのか理由も教えてくれなかった。あと何人か集めないと。こんなに広いのにかくれんぼしないなんて損だよ、損。おお、そこにいるのは名誉隊員。ちょうどかくれんぼ大会の開催準備をしてたところなんだ。お前も参加するか？言うんだ。もうこれじゃあ私だけになっちゃうじゃないか。さっき他の人にも聞いたんだ、パムは用事があって忙しいけどエンジンルームに入らなければかくれんぼ大会は開いていいって言ってくれた。姫子お姉ちゃんはかくれんぼが苦手だって言ってた。幼児ちゃんは参加したそうだったのに、最後は渋い顔で断られちゃって、なんでなのか理由も教えてくれなかった。あと何人か集めないと。こんなに広いのにかくれんぼしないなんて